皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もエルデンリング遊んでいきましょう。さあ前回は巨人の火の釜からこの終盤マップクズレクファルマズラに到達で、今回もね探索を続けていきます。今いるのがこの地点、竜の聖堂、大体全体の3分の1から半分ぐらいっていう感じかな。こっから、先にどうしようかな。この、下があるんだ。これで、これ、こっちは確か前回言ったかな。ここにあの、獣人ね、でかいやつ。こっから、下って、こういけるね。よし。で、ここだ、万歳。こっから中、これ無理かな。と、これがね、強敵だ。強い、硬い。敵の火力もすごい、ほら、こういうやつ。ガードしてそれ。あの属性何？飛ぶやつ、ぐっちゃぐちゃになるやつ、危ねえ、くそ、強えな。で、ここに確か、ルーンがこうかな。これかながありました。こっから下、下無理か。となると、こっち。くー、足音がする。ここら辺ね、これ多分2、3体無理だな。怠慢でギリ勝てるぐらい。ため。うわ、ガードする。それは何？あれ多分あの、竜の、あれか、竜三協会の2発。回避して、よし、ここだ。よしよし。ここ怖え。パッと見一体は、すいません。これだけ？これ双剣？右にいた、右にいたよ。よし、くたばれ。よし、ギリ、危ねえ、今危なかった。一旦飛んで逃げて。やりつえんだな、このゲーム。まずい。はい。なんで食らうの？風？ブン、ブン。さらにか。多分追加かな、戦技。これファンやから。ファイヤー。よし。で、位牌取って、こっから、ああ、下っていけるんだ、さらに。となると何？上は？これどこ？ん？これは、行ってない。断石。こっから下行く？上もそうね、気になる。あ、で、これ祝福か。ここで？こんなとこで。これは？これは聖堂の翼狼。翼狼。ここは、これなのに？ここら辺、ボス臭くないと思ったらボス、新規の二人。マジか、お前ら、これ、カップルだったんか。これ無理でしょ？これ単体でこれ勝つの無理だろう。無理じゃないけど、しっかり硬いよ。くー、なんか、なんだっけ、ダクソ1のあいつらの雑バージョンみたいに来たな。意外といける？自分こっちは好きだな、まだ。
炎じゃないな、多分。いいって今の。それがもう戦技でゴリ押すとかね。だってこれ覚醒するんでしょ、多分後半とか。まとめてか、まとめ焼きが有効ね。よし、チャンス。ここ、うわ、締めなってねえや。で、半分切ったので、あと意外といけるな。ブンブン、やれる、倒せる。もう2発くらい、あと1発。よし、これで、タイマーになった。ただライフ的に全然足りてない。あ、ボイン来た、ぶっ刺し。え、これどうなんの、いてー。え、これ復活とかあんの、どうだ、半分。いや、これ半分から聞こえな、マジで。何起こるんだろう、これ。本気モード、うわ、復活果たしか、いてー。先にやっとくかの、ローリングダメ。よし、吸収、意外といけるぞ、頑張れるぞ、頑張れるやだ。これまずい。スタミナ貯めて、ために貯めて、くっそ、このタイミングでキルボスってか、今タネ鏡入ったな。召喚の紋章ね、あれを出さしちゃまずいんだ。これね、これ召喚だろ。あ、プラスのなんか爆発あるんですね、知りませんでした。うんうん、あ、これまずいな、ちょっと回復したい。あぶねえ、2発回復、引き戻し、知ってる、死ね、よし、死ねっていうなんかダイレクトワード。これでさらにポチャリ、あ、意外といけるわ。最後はこのポチャね、あぶねえ、まずい、ドバン、違う、あぶねえ、結界っぽいやつ。回復してからの、ほら、復活だろう、これ。ただ、いける。よし。やったのー。よしよし。これで、さらに、祝福ね。ここからどこに行く？ちょい待ってね、一旦レベルアップ。これは筋力かな。北がある、北って何、北がある、それいけた、敵の場、これいけて、ぶっ刺し、花の、あ、ファイヤーかな。はい、死んでね、弾いてこう。よし、そっちのここら辺は、あ、こういけるんだ。す、これでつながったかな、しかもそこね。んーで、これいってない、これまだね、多分パッと見たい。そ、これってさっき言ったっけ、え、言ってない、言ってない、いや、言った、なんか言ったような、言ってない、なんかわかんねえ記憶が。これは来てないかな、まだ注文していく。うん？これで、あ、で、これでこうつながるんだ。これがあれだわ、祝福ね。スタート地点。先にぶっ刺しかな。よし。ラスト、そっち、うわ、なんか五光が刺してる超強そう。あれいけないか、ここからは。
これ右行くと祝福ね、そっちね。一応見とく。せっかくだからこれぶっ刺して、なんだかんだでやっぱこの月ね、これほんと優秀だわ。クレームはまずい。どうすんの、これで。よし、どうなったの、下かな。ここら辺は何もない。これボス部屋？そこね。と、これかな？これいってない。これ、これも強いな。ちょい強いね。まずい。変に噛み合った。2発。で、盾？違う。これで、ブン。あ、振っちゃった。しゃあない。ドン。で、これ、しっかりガードして、2発。よし。ブレイクだった。1発。これは外。双剣な。やっぱ、双剣怖いね。火力全振りタイプ。そう、ドロップキックしたい、ここ。お、よし。さらばだ。これでさらに、この槍も強いだろ。これ槍はこの致命ね。これは刺されやすい。それでは宿命がある。2発。よし、あ、これで全回収。よし、よしよし。あ、危なかった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 。ここに、ここに行ける？んで、こっから、どこだっけ？そっちの外？そっち、多分、そこ一択？違う？ここに行ける？どっから来た？やっちまった。これはどこ？これは、あ、ここから来たね。こう切って、この祝福、これゲーム中最も距離短くない？よし。これね、こっち。ここは、どう行く？どっち行く？右かな？いや、ただ、そこも行ける？広いね。本当に広いわ。こう行って、こう行くのか。こうなるとに、こっちは。これはアイテム？これは、下、下か。ここで？ここ怖い。なんか、バリってる方がいる。あれ強いな。これ、パーっといったあいつに、まずい。あ、バレた、バレた。あ、何？あ、あれか、あの、ナイフか。飛んでくるやつ。こう行って、ファイヤーしない。よし。で、こいつ。あ、繋がったね。くっそ。迂回かな？ここね、こういうとこね、怖いわ。これ絶対なんかいいんだろう。チラッ。先にくくり。絶対なんかいる、これ。よし。怖えよ、左。なんだここは。左の。あ、いけるわ。左いけるわ。多分そっち？こっから下は無理ね。となると、こういけと。こうだな。ここね。これ繋がってるわ。ここね、怖いな、ワンちゃん。先に、ワンちゃんかな。やっとく。こっちは来い。そう。
で、ガードして、しばく。これなんかそこ、これ多分ジャンプでいけるのこれ。ちょっとお前。飛ぶ。よし。回収。で、あ、びっくりした、びっくりした。他にね、なんか、幻覚が見えた。あの、壁に刺さってるこれがね、敵かと思った。これね。こっから下行けんだろう。下、こっから下行くの？さらに。これは、ジャンプだろう。こうだ。そうだ。よし。で、ヒデオのルーンを回収して、こうだ。さらに。こっから下ないね。よし。これ助かるわ。で、ぴょんと行って、これさ、そこ、これ、なんかこれいけそうじゃない？何もないの。本当に？うーわ、怖っこれ。ここ何？ランタンもついてるね。ここで一匹。これは先にやっとく？怖い。ちょい強かな？うわ、だから武器がいかつい。まず、今の当たってるんか。ひるめ。よし、ひるむんだったら優しい、勝てる。これ敵？違うね。竜、なんか硫酸業界っぽいね。この正面、こっから、ここも怖い。この左とかね、いけるわな。しかもこれ、まずこれ取って、ね、となるとね、これ何、狭くない？ほら怖い。ここは、あ、下ね、そっちか。ここいいけど広いな。左、これはここ、うわこいつだな、極東ね。これはどうしよう。ね、これもただそこそこ強いな多分。これは釣りなしかな。この判断怖いな。よし、はい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 。なるべくこの角、どうしたのどうしたの、こっちだよ。なんか荒ぶってない？怖い怖い、どうしたの、こっちだよほら。なんでお前そこ行くんだよ。これやだな。パッと行って、パッと焼く。よし、でぶっ刺して回収してラスト。よし、来ないね。よしよし、で次これね、こっから上に行く。このライフ怖いね。あ、これ、敵だわ。盾かな？く、あいつもそれ投げるんか。ここなの、このね、この先来いば。あ、来い。こうだ。うわ、避ける、うまいな。そっちあんま行きたくない。雷。あれって雷だよね、多分。これ右行ったらこれ終わるんだよ、マジで。セーフ。怖いや。ここなんだ、これ。こっから上行ける。こっから、さ、行っとく？こっからこうだろう。え？こうね。怖い。あ、待って。できる。こんなとこでできんの？先に、こっちだな。こういって、こうだ。よし。あ、今のヒットしてない。まず、うわ、これ強いわ。硬い。固まんちゃうな。危なかった。ここは何もない。下行けるかな。
起きた。回避。よし。ひるませて3発。今日。ジャック。よし。回収。よしよし。で、これがレアアイテム。探石。これ帰り怖い。普通に帰らせてくれ。普通に帰りたい。こうだ。んで、そっちとこっち。先こっちかな。なんとなく狭そう。待ってね。かがんで、ぶさす。うわ、こっからは車線通るんだ。ここ何もない。ここ、あ、そこに石剣があるの。そこで石剣か。結構優しいね。あ、びっくりした。ここ見たの。見えなかった。3発。ここにいてレバー付き。下行ける。下なんかありそう。わからんな。下行ける。行けない。ここで何。さらに祝福。ここで何。これどこ。これは証拠機前。ただ必須ではない。これはどこ行く。必須じゃないと思うんだけど、ただ、にしてはしっかりしてる。何？普通にアイテムとかじゃないの？ここ怖いなぁ。あ、まずい。ここ、ここにいた。うわ、こいついたわ。このクソ強いやつ。ファイヤー。ゴミは焼く。よし、いけ。今のこの右残しダメだって、マジで。やった？死んだね。こいつを縛りに行って、強いね、あなたね。はい。来た、こいつ。はい。バグスター。顔がポコーンって飛んでいった。かわいいな。まず、取っちゃった。すいません。今のあれ食らうのあれ。いや、そう、ディレイぶり良くない。ここで回復かな。回避してファイヤー。よし、こいつやっとく。で、しっかりとどめさせて、ラスト。いや、そう、こいつこれ、ひるまないっていうのすごいわ。で、復活するんだろう。そう、これが復活ね。こいつの復活ダメです。ほんとダメです。んで、ルーン。ただ、これだけじゃないはず。さすがにね。この先かな。あ、それか。終始。こっちのここもいけるわ。敵の音。何？あ、はい、どこにいた。完全に保護色。くー、そこね、クレームね、ちょっと短いんだよな。これで、こう迂回して。そこにあの強い子のほらあれが見える。単体じゃない。しかもこれは来いよ、もうお前。そこまで見たら来いよ。これはね、こいつの弓かな。だ、そこまで強くない。あ、上にいたの。まずいくぞ。殺しきれてない。これね、もったいないわな。殺しきれてない。これはこの数、これまずい。最高にやべえ。これ一匹やる。うわ、やれてない。ここで
よし、行ってない。今のあれヒットになるのか、すごいな。ダメ、さらに来たんですけど、どうなってんだよこいつら。これはまとめてしばく。よし、え、ここのこの数ない、これ奥行くの怖いな。はい、これで終わり。ここ音もかな、多分遅いです。なんか呼ぶタイミングで、呼ぶんだったらさっき呼ぶ。く、端っこね、やっぱ端っこね、大事ね。上からポコッと降ってくるってのは今回死んだ。あ、あとそれボスだわ、ほらそこね。あれは何、スリーガード、なんか、はい、そう、はいもね、下の底だな。あそこにどう行く、こっから、こっから無理だね、さすがに。下ね、そこね、多分あれかな、昇降機。ここもいるわ、一匹いるわ。どんなとこ行ったのこれ。さらにこれどっから来たの、これ復活したわ。ダメ、とどめさそうか。あ、そう、音も消えた。なんで？多分範囲内。ここから、ここからね、こう渡ってそっちね。え、これ何？ここ広すぎない？こっちのこれは？これは、戦範囲かな、多分。待て、死ぬぞ、お前。あ、危ない危ない危ない。死んだ？よし。あ、なんか、竜いた。これは、弱いの。この竜の強さがわからん。これは、ネームドじゃない。え、こうやって、こうなんか、退却できる？させんっつって。落ち。追ってこないだろう、多分。来るのかな。そっちのね、あ、まずい、これこっからいけないわ。こういってこうか。そこの下はない。いや、なんかね、なんかありそうだな。この真下にすげえなんかありそう。うんと、見とくも。2発さらに今日。そこ、穴、あー、下に神殿があるわ。どうなってんだ、つながりがわからん。こっから下に行くと何、神殿がある。これだね、これは迂回路的なもの。いや、ここから行けないんだ。取って早く、そうそこは、あれだわ、スタート地点だ。スタート地点のだいぶ上ね。ね、ただ裁縫の仕方がよくわかんねえ。こっからこう飛んで、ほい、ここね、これ怖い。よし、あー、何これ、はアレクサンダーか。ここでということ何、ボス戦話せる。ああ、I see you finally made it here yourself.
The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, I can't believe you felled that giant. It was practically a god. I doubt there's another soul out there who could have done the same. Of course, I count myself, the great Alexander, among the many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. これ何？戦うってこと？彼と。You are ready then, I take it. Then let us begin. うわ、マジか。ここで戦士を継ぐアレキサンダー。あぶね。火で焼いて、いや、効かない。よし、これは、強好きのからの弱。アッパーカットっぽくない？違う？うわ、なんだそれ。あれ、でもジャンプかな。これ何？さっき見た。アッパーカット、昇竜拳。ただ、強くはない。クソ、アレキサンダー。As I suspected, victory was impossible. This vessel was found lacking.My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. これで何？彼の破片？で、これってのはタリスマン。これね、アレキサンダーの破片。壊れて死んだ戦士の壺、アレキサンダーの破片。戦技の攻撃力を大きく高める。溶けた死肉が破片にこびりつき、そのうちには装飾品の名残が見て取れる。赤髪の英雄の遺品のようだ。どうも一個、アレキサンダーの中身。戦士の壺、アレキサンダーの遺品。壺を満たす死肉の中心になったもの。壺の中身は継承の淀みである。戦士は壺に、そしてまた新たな壺に、そしていつか高みへと。これっていうのは何？継承するの？彼のコア。こっからの、これどう変えんの？これで石剣多分、さっきのイベント用かな。これで、こっから変えれる？変えれない？ね、これかな。怖語彙力が失われる、もう怖いよ、もう。こっから、なんこっからどこに行くんだよ、これ。どうなってんの、これで。さらにこう行くの、怖いわ。こっからそこの下へ、あれ前回言ったね、怖い。この変な段差作んな。二人組、これでできない、できない。怖い怖い怖い。これ敵だろ、これ。ほら、これ敵でしょ、ほら。二人組ということはもう一人いる。当たり前なんだけど、めちゃくちゃ当たり前の実況なんだけど。もう一匹いる？これ前行ったっけ？これ行ってないわ。そこに敵ね。くぅ、気づいた。あぶね。一発振ってぶっ刺す。よし、溜めてぶっ刺す。よし、基本ガードかな。んで、戦法書取ってからの、こっからそこになんかあるわ。そこ行くの、そっち、こっちのここじゃない、これも違う。そこ行けない。これも行けるよ、これも行けるんだけど、ただ
その祝福、あれって、ちょっと待って、あれって触った、あ、触ったね、これね。炉台ね、そこに来るんだ。こうなったら、こっちかな。こう行って、これだね。ここは、これしっかり飛ばないとこれ死ぬわ。はい。よし。で、こっから、さらになんかある。こういって、こうだな。よし。炭石。この80枚は、ほぼほぼ最上位。よしよし。で、これで、次にそうね。ここら辺のこの下ルートか。多分今回ここら辺行ったのかな。行ってないっけ。まあ、ここら辺行ったね。で、次は多分ここら辺のこう行って、ここに行く。あと、こっちか。っていう感じかな。だと思います。はい。Hello, Cuz. What are you doing here? I didn't think anyone knew about this place. Except us Jars. Ah. Are you going to be the new potentate? Gosh. Truly. That's wonderful news. It's not easy being potentate, though. I know. Show me your hands. It's just a little test, Cuz.To see if you've got the right stuff. Your skin isn't so smooth, is it? You need slick, slidey hands to be potentate, you know? I'm sorry, cuz. But I don't think you've got what it takes. What a shame. Don't look so glum, cuz. We can still chat.Potentate or not, come back and visit me when you can. Oh, hello again, cuz. I'm happy you came back.I have good tidings for you, cuz. Have you noticed the rare flowers growing in this village? I asked the villagers if you could pick some of them, and they said you'd be very welcome. Go on, cuz. You really should pick some of our flowers. Who knows? They might be of some use.
Go on, cut. Who knows?Again. Say, cuz, have you met Uncle Alexander? He used to live here with us, but then he left to be a champion. I asked to go with him, but he said, the path of champions must be trod alone. So heroic, right? I miss him, though. If you see him, you should ask him to teach you how to fight, cuz. He's big andTough and strong. Wow. Cuz, are these insights from Uncle Alexander? Thank you, cuz. I'm a warrior jar, so I need to be strong. I can really have them, right?I understand. I'll get strong. Strong enough. I deserve to have Uncle's insights. I'll begin my journey once I'm ready to go, as a warrior jar, in search of glory. I don't think warriors are supposed to work alone. Goodbye, cuz. And thanks for everything. I'll never forget you, cuz.I'll never forget you, cuz. Take a look around. The round table hold is burned, razed to the ground. Don't worry, I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before, which is why I need your help persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now.It's high time he put the round table behind him. I knew you'd be back. Lay out your arms. Let's get smithing.Use my masterpiece to slay a god. That's all I've lived for. And my promise to Queen Marika. But do me a favor and do look after the girl. Weren't you listening? As I've always said,You came to challenge the demigods and their god, to slay them. And as long as you do, I will always smith your weapons. It is what I wish. To smith a weapon for you to slay a god.
I see. You're here for... Oh, is that right? So Master Hugh won't listen to you either. You have my thanks regardless. I'll try and talk him round next time. I know he was given this great entreaty to craft a weapon which could slay a god. Though I can't help but think of it as a curse, a fearsome curse, put on him by Queen Marika. And if that's the case, I'm not sure there's anything we can do. You burned the Erd Tree, didn't you? Then the Round Table is soon to follow. Ah, no need to fret about that. The Round Table holds served to put a tarnished upon the throne of Elven Lord. And if the Erd Tree needed to burn for that to happen, then the Round Table must go as well. I'll stay at the Round Table for a time. I must learn all that can be taken from this place and sear it into my memory. How could I call myself the All-Knowing if I did any less? Ah, I see. So Mikola was with the Lord of Blood after all. That is some fine intelligence indeed. With it, the final clue has been brought into the light. One of the last few pieces the Round Table. I need to put everything together. As promised, allow me to impart to you the last of the secret rites known only to me. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty, while he turns our fellow tarnished into bloody fingers. Let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you've shared is of great value. As promised, your reward. And it is a wondrous thing indeed. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Well, I wonder what comes next. If he continues his slumber within the cocoon, all would be well. But perhaps it would be safer to destroy it. Mikola is the one thing that remains a mystery to me. So, the Halig Tree, now but a husk. I heard speculation Mikola embedded himself in the Halig Tree. But before he could finish, someone cut the tree open and absconded with his infant form. Indeed, it seems those words held weight. How vexing that the All-Knowing didn't have the full story. Perhaps the Queen's sorrow was justified. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great secret, right? No, you are a true fellow. There are four more demigods yet to be located. Mikola of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost rite known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together.
じゃあそうですね、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦これ終わりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回エルデンリングでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。